カニの無料動画講座です。今日はですね、ボンドの回し方、これについて説明したいと思います。ボンドはですね、長さと少しやっぱり重さが重要になってきます。若干重い方がやっぱりバランスが取れて回しやすいので、仮のでもできないことはないんですけども、最初練習されるときは特にその少し重いもの、あと長さのあるもの、これをお使いになった方がいいと思います。大体長さは38センチから40センチぐらいのものを用意します。それとあとはもう回し方なんですけども、ペン回しと違いまして、親指の周りを回すんじゃなくて、この周りですね、こう回すんじゃなくて、ボンドを回すときは親指のこう支点にして、こう中心にして回しております。上で回ります。回し方がこの上で回す方法と、指先下向きにして回す方法と、大体2つありまして、私はこれをよく同時に使います。コツはですね、2本の指で大体ボンドを押さえて中指で弾きます。これで回転をつけます。中指で弾きます。でその時に親指に乗ってこのちょうど上で回るという形になります。できたら右手でも左手でもできるように練習されるといいと思います。カッパンのボンドなんかするときはボンドは必需品なので、回せると、演技がいつまでも見えるのではないかと思います。下向きの回し方はですね、2本の指で持って中指で挟みます。これはですね、ボンドを回すというよりは、中指で前にこう押し出すとですね、ボンドが回転し始めます。この回転によってこう上に上がってくる。実際手がスムーズに上から下にで、下から上にですね、こう上がってくるのが綺麗に回るポイントになってくるかと思います。片方ずつ下から回すやつを練習して、上で回すのを練習して、これをつなげてやるとこういうふうに回ります。はい、今日は以上です。